前科3番893番チョエキ太郎です。本日のお話は脅し方、かましの入れ方ですね。なんだろうなと思うかもしれませんが、これはある方から反社会の人、ヤクザの人って脅し方って習うんですかって。いやそれはないよな。いやでもちょっと待てよ、脅し方って言うと語弊がありますけど、いわゆる単価の切り方とか、これ難しいなと思ったんだけど、要は圧のかけ方、喧嘩の仕方っていうことを脅し方ということ。まあだから圧のかけ方ですよね。じゃあ逆に今の子たちってなんかそのドラマとかテレビのシーンからどうなんだろう。いやまさか仁義なき戦いで覚えたってことはないなって思いながら、ずっと昔々を自分のことを思い出しながら、どうだったんだろう、どうだったんだろう。やっぱり子供の時から中学校ぐらいだろう。でも漫画や映画じゃない。じゃあそれは違うよね。それは不良の言い方なんで、と思ったらやっぱりこれはね、思い出した。見よう見まねです。本当に。組の幹部の人とか、偉いさんが若い衆に言ってること。自分で言われたこと、自分が怒られたこと。なんで、誰かが怒られてるところを、あ、こうやって言うんだとか、電話してるとことか、一緒についてて、あ、こういう言い方なんだっていうか、自然自然とそういう言い方になるっていうか、自分のことってわからないんで、新しい若い衆が入ってきたりして、最初そういう身のこなしとか立ち振る舞いができないのを少しずつ見てると、やっぱり真似してそのようになってくる。っていうか、電話はそのように受けろ、こうしろっていうから、教えた通りの真似なんですよね。言ったらなんですけど、やっぱりモノマネから入るんですよね。叱られてはいるけど、本人は怒られたっていう、説教されたっていう風には思わないんですよね。まあ子供なんかが、特に女の子なんかが、ままごとなんかでこの怒ってるのはもうお母さんそっくりみたいなことあるじゃないですか。それに似たようなことがありまして、結局思い出したのは、自分が言われてこうだぞって指導されたことを後輩とか全然違うところで使ってみたくなるというか、使ってみるわけですよ。その時はなんかすごい、おーすげえこと言ってるな、見よう見真似で言ってもそのような結果にならないですよ。その時は、はいわかりました、え、なんでみたいなことを突っ込まれずと。だから結局脅し方っていうことは暴力じゃないんですね。最初から暴力なら暴力でいきゃいいわけで、脅すっていうことは一応口で納得させるわけですから、向こうが、はい、わかりましたみたいな形で、こちらの要求を聞かなきゃ成立してないわけで、いや、それは違うと思いますとか、え、なんでって言われちゃったら、もうそこで脅しになってないわけですよね。だから、そこら辺のことがうまくできない人は、もう手が出ちゃうっていうことですよ。手が出ちゃったら終わりなんですよね。だったら最初から出しときゃいいって話なんで、散々脳が球だけ言って、居直られて殴らなきゃいけないって言うなら最初からやっときゃいいわけで、やっぱり、好戦的な暴力的なっていうことを思うかもしれないですが、まあ反社の人たちが、できることならそんなことはしない方がいいわけで、それをやってしまったら終わりなんですよね。結局っていうか、逮捕される確率が高いし、もしそれならもう暴力一本で言ってる方のがよっぽどっていうことなんですよね。もう手だけ出しちゃった方のがめくれない、要するに事件になりにくいなんていう時代もあったり、単純な暴力が犯罪にならなかったっていう時もあったわけですよね。ただもう今ではもう名刺を見せただけ、反社会、要するにヤクザの大門をちらつかしただけで、もうそれが脅迫行為、脅しになってしまうっていうことなんですね。そんな風な見方をしてますと、出来の悪い若い衆ほど真似していくっていうか、ちょっとずっと見てますと、ちょっと兄貴分になったりして、射程なんかできたりすると、自分が言われたこと、同じこと言ってるんですよ。お前よく言う。まあ、さすがにね、ちょっと丸っきりにしちゃいかないんで、もうそこでお前が言うなとは言うわけにはいかないんで、へえと思いながら、お前自分言われてきたことでしょ、それって。全然できなかったでしょ。よく言うわと。まあそれがね、その時になったら本当にもう過去の失敗を忘れたかのようにね、言っているんですね。それはね、確か刑務所でも同じような現象を見ておりますわ。最初のうちはもうなんかね、作業にしてもその生活にしてもできないのが、もう半年ぐらい経ってなんか侵入が入ってくると、もういかにも自分はもう刑務所の何でも知ってるぞみたいなような聞いた風なことを言って、おいおいそれはすげえなみたいなことを言うやつもいるんで、まあ似たようなもんだな。ありますよね、そんなこと。会社でもね、皆さんの会社や職場でもありますよね、それ。だから割かしそこら辺は出来が悪い人に限っては似てるのかな。だって、できる人って独自の論法で言ってきますもん。
初めて見るような言い方っていうか、初めて言うような圧の書き方っていうか、独自性がありますもん、やっぱり。なかなかそれって真似しにくいし、って。まあ、分かりにくいかと思いますが、意外と皆様と変わらないのかなっていう気がいたします。